平野峰夫は日本の歌人、千葉県君津郡上原村生まれ。北原白州が主催する玉炭火会の会員などを経て、1952年より山本康草に支持。君津市の六夜山にはミネローの炭火を刻んだ家碑が建てられている。1912年、千葉県君津郡上原村生まれ。上原小学校及び農業補修学校卒。農村地帯に生まれ。 自らも農業を制御としたが、一方で1928年頃から作家活動を開始し、雑誌、千葉県青年少女の花段や、千葉県農会機関誌、アイドの花段に短歌を投稿する。その後、1940年に北原白州が主催する玉短歌会の会員となる。1941年に創刊された文芸誌、青三人では短歌部の幹事の一人となり、 短歌の戦に当たった。1943年10月、招集を受け、海軍主継兵として、栗浜の海軍機い学校に入る。この際には、短歌が得意だという噂を聞きつけた、士官数名から呼び出しを受け、数日でうまい歌が読めるように教えてもらいたいとの、難題を頼まれたという。1945年8月、茂原海軍航空基地で終戦を迎えた。 もばらで米軍機の爆撃を受けたことや、特攻機を見送ったことを後に歌に詠んでいる。戦後は、宮本栄一郎が主催する、彦コに参加。千葉県歌人クラブにも参加し、伊藤公平や細井魚タイラーと交流を持った。また、地元の平島伊佐村と共に、短歌会、佐ダモを結成し、歌詞、佐ダモを発刊した。1952年。 山本康夫が主催する短歌結社、牧に入会。それ以来、山本康夫、修正の死といだ。1960年に初の短歌集、あぜに見る月を観光した。襲名は、くわらうあぜに及びて、月光杯を抑えたり、ほととぎついくの歌から取ったもので、亡き父と観光の数年前に亡くなった、自身の妻に捧げられた歌集であった。 1965年に第2歌集、犬舘の花。1975年に第3歌集、サダモト、お観光。また、短歌研究1975年7月号の全国結社先進歌人作品特集では、ミネローの歌が10種掲載されている。末期入会から21年経った1973年。 マキ社が本拠地を置く広島を初めて訪れ、マキ45周年記念大会に参加する。その後も、マキの大会等に合わせて何度か広島を訪れており、平和記念公園広島平和記念資料館などを回り、それらに関する歌も読んでいる。一方で、ミネローはマキチバ社のメンバーと共に、1970年代半ばから毎年のように、 広島に住む山本康夫一家を、千葉県やその周辺に招き、細い魚体化費のある、大田山公園、小泉地下市聖火、伊藤幸夫聖火、北原白州の急遽、紫タバコが移築されている、里見公園、長塚節桶など文人に、ゆかりのある場所や、六屋山、正常寺、手こなれ人堂などの名所を案内している。ミネロー自身も、山本康夫も、 この際に読んだ歌を残している。1979年により、牧賞の選考委員を務める。1982年1月、家作や歌集表、薪地橋社での中心的な活動など一連の業績が認められ、牧年度賞を受賞。1986年、第4歌集、一つの星を観光。この頃はすでに家業である農業を娘夫婦に任せており、 九州や台湾などに旅行に行き、旅先で読んだ歌も多くなっている。また、1983年に死去した、死、山本康夫についての歌も収録されている。襲名の由来となった歌は、淡くとも我は一つの星となりとはに見つめん上限の村であり、後書きでは、その光は淡くとも、死後は一つの星となり、永久に、私の成長した上限を見つめていたいと書いている。 2002年12月22日、老水のため死去。90歳。生涯を過ごした君津市上限の墓地に埋葬された。平野峰岡市1957年7月28日、六夜山の99国を見下ろす展望台に、峰郎の歌を刻んだ歌詞が立てられた。文字は、伊藤公平の筆になるものである。母校である、君津市立上限小学校から依頼を受け、 効果を作詞した。その歌詞は、聖和天皇の第三王子である上元神皇がかつてこの地に滞留し、それが地名の由来になったという地元の伝承を織り込み、聖和の昔、上元の巫女がお汗し、この里にから始まる歌詞となっている。上元にある上元神皇母は1970年に秘密史の指定文化財となっている。ミネローの第四歌集。 一つの星にも上限神農塚と題する数集が収録されている。山本康は第三歌集、貞本についてその序文で、特に農民として生きる喜びと、生活の内容描写などは、優れた農民文学として誇れるものだと評し、また一方で、ミネローが自身の戦争体験の歌、反戦の歌や社会批評の歌なども読んでいることから、 実に幅広い作風を持つ堂々たる作家である。この社会、人生への批判精神と自称の提験は容易ではない。と評している。上記の4冊にまとめられたもの以外にも、歌詞、巻には多数の歌が掲載されている。ありがとうございます。